大竹のもっと言いたいた放題月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永拓郎さんです。はいということで今日は、はい、電気自動車の話をしようと思うんですけれどもトヨタ自動車の連結営業利益っていうのが、はいえー、今年の46月期3か月間で前年比94%ほぼ倍増の1兆円。 12009億円というまあとんでもない利益これこのまんまと言っていったら年間の利益が4兆8000億円っていう天文学的数字になっちゃうぐらい大儲けをしたわけですね。これあの半導体不足がだいぶ緩和されてきたのとまあ円安のおかげなんですねで他の自動車メーカーもみんな 結構いい決算になっていてま日本の自動車産業は絶好調っていう状況なんです、うんはい、でこれ自体は喜ばしいことなんですけれども、うん、私若干というかかなり不安があるんですねでそれは何かっていうと、はいうんうん 今年の上半期1月から6月までの貿易統計を見るとえ輸送機械まあ大部分が自動車なんですけれどもその純輸出輸出引く輸入だからネットでどれだけ輸出したかえこれ8兆4000億円っていうとんでもない黒字を出しているんですけれどもかつて日本は 自動車と電気機械、まあ、家電製品のようなものを輸出してご飯を食べていたと。はい、とは今年の上半期電気機械なんとこれあの皆さんのスマホを考えていただくと分かると思うんですけどかなりの人が国産のスマホを使ってないんですよ。 国産のスマホって今ソニーとシャープは、はい、あー台湾が資本を出してるんですけど、まあ、国内では作ってるんですねこの2社だけで、はい、あと全部輸入に食われちゃっているっていう状況で家電製品ももう冷蔵庫から洗濯機から輸入品ばっかりになっちゃって、ねはい、日本のブランドがついてたとしても、はい、だからもう電気は外貨を 稼げなないい状態になっていて、うん、今日本が例えば原油を輸入したりですね、うん、そういうことをするための外貨は、はいはい、もう自動車一本足だほうっていう<ー>結構怖い状況になっている、うんはい、でその中で自動車が絶好調なのはいいんですが、はい、じゃあこの繁栄がずっと続くのかっていうことに関しては、うんはい、私はかなり大きな不安を抱えています。 いるんんでですなそれは世界で EV シフト電気自動車へのシフトっていうのがものすごく進んでて今最も進んでるのは中国なんですけれども中国の電気自動車メーカー別ベスト10っていうのを見ると日本メーカー一緒も入ってないんですアメリカのテスラとか入ってるんですけどあと中国メーカーだーっと並んでるんですね。で もう完全に出遅れてるんですよ日本の電気自動車 EV ははいこの状態で世界が EV シフトに行くと私はまずいことが起こるんじゃないかなっていう気がするんですでこれね地球環境を守るっていうためにも私は電気自動車は ある意味、まあ、重要な手段にはなると思ってるんですけど、うん、じゃあ、今の日本で電気自動車をどんどん普及させたとしても、これ、充電するときに化石燃料で電気作って、その電気で充電するっていうのは、もともこもないっていうかなな、なんていうのかな。 意味がないと思うんですいくら EV にシフトしたところで発電で二酸化炭素出しちゃうんだからじゃあどうしたらいいのかっていうと私は太陽光パネルと電気自動車を同時に普及させるっていうのをやった方がいいと思うんですねでこれ実はこの組み合わせ っってていいううののででやれば、うん、こればこ家で充電するっていうのを基本にする。うん、でそうするとですね、えー、自然破壊にもなりにくい、うん、でこれ、うん、メガソーラーって言って山削ってバッと太陽光パネル敷き詰めるとそれは森林破壊だっていう批判はあるんですけど屋根の上に載せる分には。 そんなに環境破壊にはならないんですね。でしかも日本の屋根の9割は今空いてるんです。うん、何にもしてないんですよ屋根の上で、えー、空いてるのだ空いてんだったら使えよって私は思うんです。それでこれ太陽光パネルとそれから EV を組み合わせるといいことがいっぱい出てくるんですよ。うんはい、まず第一は、うん その家計負担が大きく減る、うん、今、電力会社から電気を買うと1、1キロワットアワーあたり、まあ、30円から40円ぐらい、家庭で作ると、うん、まあ10円から15円ぐらいで半額になる、そうすると、うん、もうガソリン入れるよりも圧倒的に安いんです。うんうん ですね、うんうん、だから自動車を持ってる人の燃,燃料費の負担というのは大きく減るっていうのが一つともう一つはその例えば今沖縄とかでもそうなんですけど、うん、台風とか地震とかで停電するわけですよ。うんはい、送電網が傷つくと、うんうん 電気来なくなっちゃって、えー、もうもう大変なことになってるわけですよ。四、えー、日も五日も停電だって聞いてますね。で、うん、冷蔵庫の中のももう腐っちゃうし、はい、もう本当に困ってるんですけど、うん、これ自分家で発電をするようにすれば、うね、リスクは大幅に下がるんですね。はい、あのー、こういう自然災害の時の、はいうん、もう四年 前かな、はい、あの千葉を台風が襲った時もみんなスマホが充電できなくて困ってた時に千葉の人って結構いい人が多くて太陽光パネルが張ってあるお家に近所の人集めて充電させてあげてたんですよでそうするとスマホ使えるだけでも全然違うんですねだからそういう自然災害に対する備えもできるし えー、そして3つ目は、これ、うん、例えば石油の輸入が途絶えたとか、あるいは今みたいにこうものすごい高騰した時っていうのの,の対策にもなるわけです。で、いいことだらけなのに、政府はなぜかやらないんですよ、これを。そこなんですよこれだけ森永さんが番組でも何度もおっしゃって、うんはい、人の、ね、屋根の上につけてやれば、別にいいじゃないかと。はいはいえー それで EV 化にもついていけて世界から送りも取らないんじゃないかって言ってるのになんでこれがそういう流れになっていかないんですかまあかここは推測でしかないんですけどやっぱり原発の利権があるからあるいは電力会社の利権があるから勝手に家庭で電気作って消費されたら困るっていう事情があるんじゃないかなでもそんなんでずっともたもたしてると。 私は日本の自動車産業が出遅れてだめになっちゃうと思うんですけど、ねうんうん、今そのなトヨタとか大手も過渡期なんですよね、はい、この電気が中国は今、EV がものすごいわけじゃないですか、はいはい、それで日本はあのそうじゃない。 1リッター30キロも走る車でこれに対抗しようとしてるってでトヨタがいい優秀で今売り上げ伸ばしてると、はい、これが EV に行くのかそれとも低燃費の方でこのまま行くのかってどっちに転ぶかまだ微妙で分かんないんでしょ、うん、でも少なくとも EV の道は確保しとかないと危ないそうですよねあ<ー>、まあ、でも日本にもなガソリンスタンドあるけど EV のとこなんかね、はい、電源なんか少ないしね。 いやいやいや、はい、ただどうしてこっちの方にまあ舵を切るとかいうことよりも両立でいいじゃないかと思うんだけど、えー、そうもなってないんですよね以上大竹のもっと言いたい放題でした明日火曜日は武田さてさんがいらっしゃいます森永さんには2時の時報までお付き合いいただきますはい